ファンファーレは新潟競馬場第3レースです。芝 1400m の3歳未勝利戦は16頭立て、人気割れてます。4倍台で4番1番10番をつせてます。新潟競馬場3レース3歳未勝利戦、芝の内回り 1400m、 出走馬16頭です。新潟競馬場今日最初の芝の競走馬場コンディションは良の発表、引き続き内柵が4メートル外側に設置される B コースの設定で競走が行われます。先週は日曜日かなりの量の雨が降る中での競馬だった新潟、今週は曇り空、風もありません。コース中央の旗もだらりと垂れ下がっている状況、ほぼ無風と言っていい状況です。出走メンバーのゲートイン、最後16番ゲートにウィンターズテイル入ります。スタートしました。うちの2番日本ピロシーが後方からになりそうで、先行争いですが間から10番のパルティクラールが出てきましたが、内から1番のマルプリ、2頭の先陣争い、マルプリが前に出ました。周回コースに入っています。3番手11番スプレンディラ、インコースに4番のアルマロクザン、外からは9番名称小結び、1馬身半後ろ固まって3番のライツフォル、外から16番ウィンターステイル上がってきました。間に15番ネオアリシアと5番のエイシンゼク、その後に12番のサトノスブニールが行って、外で並ぶのは14番ターフインワン、1馬身後ろ8番アリーチェ、7番のジャンマギアーナ、 600m 35秒4で通過、インコース6番上海ドールで、3馬身開いて13番のアーリーショベル、さらに3馬身4馬身開いて2番の日本ピロシーが最後方です。3、4コーナーの中間、内から1番マルプリが行き切って先頭ですが、並んでいきました10番のパルティクラール、その後1馬身半差3番手、外に11番のスプレンディラ、インコース4番手4番のアルマロクザン、4コーナーを回って直線コースに向かいました。前は2頭が競っています。1番マルプリ、10番パルティクラール、2頭を見て外に持ち出した。4番のアルマロクザンが3番手から前を追っている、その後は11番のスプレンディラ、15番ネオアリシアが外に出して急追ですが、先頭は2頭の競り、1番のマルプリ、10番パルティクラール、まだ追い比べが続いている。4番アルマロクザンが1馬身後ろから忍び寄ってくるんですが、先頭は10番のパルティクラール氷、わずかに首差しのぎました。1番マルプリ2番手、4番ナルマロクさんは3番手。長く続いた2頭の追い比べ、最後は10番パルティクラールが前に出ました。西塚浩二騎手、今日2勝目。1番マルプリ、内から積極策で行き切ってペースを握って、最後はパルティクラールとの追い比べだったんですが、遅れを取って2着、その後4番のアルマロクザン3番手、10番1番4番の順、タイムは1分22秒1、ゴールまでの 800m は46秒6、 600m 34秒6です。両馬場らしい時計の決着、最後前に出た10番パルティクラール苦いか、西塚浩二騎手、1番のマルプリ、その後4番のアルマロクザンが続いています。最後接戦になりましたが、10番のパルティクラールが制して、1番のマルプリが2着、3着に4番のアルマロクザン。10番1番4番の最終オッズです。3番人気、2番人気、1番人気の順です。単勝10番 5.0 倍、枠連1号 14.2 倍、馬連1番10番 15.0 倍、馬単10番1番 30.1 倍、三連複1番4番10番 16.4 倍、三連単10番1番4番 104.2 倍です。西塚騎手は今日2勝目ということになります、はい、新潟さんレース確定までお待ちください。